おはようございます。スロバティア最初の意識です。本日123千木店さんに来てるんですけど、もうスロットからパチンコ、もう隅々まで今打ちたいのあるんで、もう何番でも OK です。あー、ここくじ引きね、出た出た。よし、お願いします。いや、もうここよ、ここよ、ここかな絞り上げる、あ、この時点で0否定なんで一桁ある。おいおいおい、オッケーオッケーオッケー。で、ここ0っすね。最短2あるからね。丸み丸み丸みだけお願いします。あー、ないわ、一桁ないわ。これ何、662、オッケーオッケーオッケー。で、ここ0ね、0ね、ギャッていきます。62いきます。おお、さ、来た、いい番号や。下克上。おはようございます。お願いします。こっといた。こっといた。無理か。ああ、ダメ。開いてない。スマスロ延々。開いてないね。やべえ。ちょっと待って。からくりいくわ。あ、埋まってますやべえやべえ、ちょっと待ってトラブルいくじゃん開いてるわ、開いてるけどさ、マジおはようございます。全国のエッチスロッターの方々、お待たせしました。2回目のトラブル実践です。前回はね、1日打って上位0でした。まあ今回は上位0じゃ許されへんぞと、やっぱりリベンジしたいです、トラブルで。なので今回上位を目指して、頑張っていこうと思っている所存でございます。では、123千木店さんで行きましょう。下克上ということで、トラブルダークネスですね、上位入れるまでやりますと、宣言させていただきましたんで、やっていきますか、トラブルダークネス。まあ前もね、打たせてもらったんであれなんですけど、まあゲーム性さらっと、もう一度おさらいで、言っていきましょう。まず当たったら直 AT で、AT の当選ケーキってのが低ゲーム数、まあこっちはあんまりないかなと、基本的にはチャンスの経由になります。まあ最近ちょっと増えてるんですけど、まああのカワネリーライクになってますと。左にナナちゃん、小手川さん、ももちゃんと、いてるんですけど、各キャラクターでポイントってのが定まってて、で、そこ到達したときにチャンスが出てきますよと。で、そのチャンスを成功したら AT、 期待度はもうそのまんますね。ももちゃんが一番強いです。まあビーバー的な感じ。あとね、天井基本キュア99なんですけど、理性後は、650に短縮。キュアもう一本釣りっすよね、上位。まあ前結構ね1日打ったんですけど、上位入らんかったからタコ負け、上位なしタコ負け、それはもう基本狙うしかないでしょう、上位の超ハーレム。前無理やったんはその上位ね、セコンドがマリブやったから。マリブはねもう英傑再生しかしてないから。今日のセコンドは外林、ラブコミはもう出してる熱量がやっぱ違うからね。アスメヒーチャンス、これがまあ100ゲームだから20ゲームぐらい加算されてんのかな、これ。これがね、まあいろいろ有利に働くアイテムがもらえるんですけど、これベースのステージ、これ強いよ。内部状態が昇格しますね、これは。はい、超高いきました。このポイントって、うんまいきなり、最大150なんですよ。で、この超高中って75ポイント以上もらえます。多分もう出てくるんちゃうかな、このナナさんです。あと、まあこのチャンス目がねめちゃめちゃ鍵を握ってるんで、これがねすげえ鍵握ってるんで言うんですけど、まあもちろんこの左が一番引きやすいですね。合算で一応13分の1です。でこれがもう通常時から AT 中まで、どこでもかなり大事な役割になってるんで、でとりあえず今この超高ステージ中に左チャンス目、2回引いたんで、まあチャンスも出てきますね、これナナちゃんの。はい、俺掛け、これが前兆ステージね。まあここはもう奈々ちゃんのやつが出てきて、まあ成功すると思います。
これ奈良ちゃん推しなんですか。みかん。あーちょっとじゃあせっかくなんで小林に選んでもらおうかな。ナビボイスはどれがいい。みかんちゃん。あこれですか。あーなるほどね。うん、あめんどくさ。じゃあヤミちゃんとみかんちゃんのカスタムね。これが最高。わかりました。まあ大事ですからねこれ。はい、さあこれでチャンスが出てきます。一番上のね奈良ちゃんなんで、あのバルーンが出てくると思います。はい、これですね、キュンキュンバルーン。もうこれ当たったら AD ですから大事ですよ。で、6ゲームありますね。最初公約引いたらまたゲーム数もらえるんですけど、公約引いてどんどん色上げていって、期待度上げていってねみたいなタイプです。公約さえいけば OK、 リプレイベルでも OK。 でこれで青以上、目安は赤まで行きたいです。赤いったら50パス OK。でゲーム数また増えて、でこれ緑ですね。緑は 12% なんでもう1個上げたいです。ラスト上がってほしい。これかー 12% ね、8分の1揃ったら AT。 まあそうなよね、厳しいね。顔も違う。この子髪の毛で、髪の毛手やれ、怖っ。髪の毛を扱うなんかキャラクターおったな、他にも違う作品やけど、何やったっけな。あのあれや、ジョジョの山岸や。 あと年季ね、年季だからあのヤミちゃんは年季ってことやね、髪の毛使うってことは。さあ追憶の闇、これがヤミちゃんのステージやね。もうこれ当たったらそのまま AT なんで、まあなかなか当たらんすけどね250。まあなんか赤テロとか結構出るからな、取ってる時は。はい、さあこれで発展ですね。これも赤体があるからね、赤デリフとか。あれも青文字だった、これアンチャール。ここだったらめっちゃでかい、来い。おおマジか当たった250当たりましたね、これ助かる。さあ9000、もうこれで AT ですから。さあやっていきますか。トランス発動したら V ストック1個もらえますね。はい、メモリアルボーナス発動はしてないです。ってことでこっからまあ ST タイプですね。10ゲーム間の ST、 こっからが大事何より。さあ10ゲーム間の ST タイプでございます。いいよね、各女の子によって太陽薬が違ってくるんですよね。で今回ヤミちゃんなんで、右です。右は引けばボーナスで、あとはベルは 16% ね。でボーナス程度は 52% になってます。やっていきましょう。取ってたらプチューします、縦にね。いや基本的にはここで引いてるやつに期待するのが自ゲームって感じ。危ない、あ一応 16% あります。このレバーをねプチューしたらボーナス、来いプチュン。よーしよー取った、これでボーナス取れました。ってなった時に枚数決定ゾーンがあります。バイン、ウィスパー、ペロペロ、ラブスプラッシュ。まあ基本的にはバインが多いかなと。まあカーブネリアタックですね。プレゼントチャンス、ここが赤とかありますからね。ラブスプラッシュ来い。バインか、バインはね100があるからね。まずは100個超えよう。バイン、バイン超えた、200超えろ。まあこんなもんだよな、バインアタックは。これを繰り返して出玉伸ばしていくんですけど、当然上位がありますよ。まず3連したら 34% で入ります。で次は6連したら 100%、 なかなか難しい。 52% 6連やから。ただその難しさをちょっとでも、まあ、有利に進めるために右に発明品ポイントっていうのがあるんですけど、これがマックスになったら、まあ、SC を有利にするアイテムがもらえますという感じです。はい、これもらいました、発明品ポイントもらいました。発明品にもね、いろいろあるからね。ゲーム数減算ストップしたりとか、チャンス目引いたら絶対にボーナス当たりますよとか、ゲーム数全部巻き戻してくれるとか、いろいろあります。はい、でこれ何が出てくるか、いきます。お友達召喚システムか。いやでもこれ強いからね、基本的にベルとかチャンス目でしかボーナスって当たらないんですけど、それ以外でもお友達召喚システムっていうのがあって、ナビとかでも突破してくれるようにしてくれるんですよね。で 40% でちょうど切り込みましたね。これが持ってなかったらリプレイの 50% で発生するんですけど、これが持ってると、何もいかなくても 40% で発生します。だからこれ 40% 引いたっていうことですね。
で次中ファーストナビ引いたらボーナスです。来い中ダメかけど、この後もちろんチャンス目引いてることもある。あ16パーある。さあ来い消えろ。うおー、うますぎ。16パー2連発あるぞこれ。いきなりしょっぱなから2連いきましたね。あと1回で34パーで上位入ります。いや次の ST マジで気合入る。ああラブスプラッシュがいいっすね。オーケー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 、いいね。さあラブスプラッシュ、これはちょっと乗せ期待したいね。はい、いきます。すいません、ごめんなさい、すいません。もっともっといきます。これ551蓬莱ですわこれね。次3分1で上位やからここで発明品欲しいね。チャンス目を引きたい。上位入ったらもうあの今 52% 継続なんですけど、もう 80% 継続に上がります。報酬もラブスプラッシュ以上、今やったやつですね、以上になるんで、と枚数も取れるし継続率も上がるしっていう、上位の火力は高い。あと1回チャンス目いくだけでいい。よっしゃ引いた、たまった。これマジでかい、今回青っすね。これがデフォなんで早速決めてもらうわこれ。よし、まあカチコチカッチンが多いかな。そうよね、はい、ゲーム数減算ストップ。まあでもすぐ消えちゃうんでこれ仕留めよう、早めに参ります。 34% をいくレバーを通すのは当たり前、長ね。うわー、左来た。今日取ってるよ 16% 取ろう。うわ、いったー、マジか。うわ、ちょっと待って、3連続で 16% 取ってっけど 34% ね。で、タイミングはこのレバーね、ここのレバーでホワイトアウト持ってこい、ハーレム。でここまで来たらもうね、報酬があとラブスプラッシュ以上で、かつウィスパーの可能性が上がるんですよね。で高設定ほどウィスパー出てきやすいんですよ。こっからどんだけウィスパー出てくるかっていうのも、まあ、設定判断に使えるっていう。でウィスパー出てくるときはこれがバインアタック出てくるんですよね。でバイン来たらもうウィスパーや、まあ、基本こうなるっすね。ラブスプラッシュ、まあ、これでも十分なんやけどね。 80% っすから継続率で全部これが出てくる。やばいってこれ。56 79でここから9や、99枚出しとけ。うん、あ止まらん。あすごい、これめっちゃ出た。780枚、素晴らしい。もう終わったよリベンジ編。どないしよう、まだ打って1時間しか経ってない。めっちゃ嬉しいわマジ。万枚目指す、万枚出るからねこの台。以上期待枚数3000枚ですからね。オーケー、ナイス。2個チャンス目まである。よっしゃ2個や、2個発明インポイントもらえますね。3はもらえるんで、はい。で青のガチャガチャゲット。さあラブスプラッシュで獲得した分終わりまして、ガチャガチャ解放しましょう。まず青、カチコチカチン。で次金ね、ハレモード、これっすね。でこっからキャラクター選べるようになるんですよ。なんでかって言ったら、もうキャラクター不問になります。不問で、中左はもう 50% チャンス目で、右は 100% になります。でベルは一緒 16% ね。今ちょっとトントン拍子で、まあちょっと調子乗ってるんじゃないのと、ヨイちゃんに怒ってもらいに行きます。参りましょう。チャンス目さえいきゃかなり期待できる。13分の1ね。あれモード、チャンス、あ 16% 全然ある。まあないか、そうね。さあこのカチコチカッチンしてる間に引いちゃおう。もうカチコチカッチン消えた。あと5ゲーム、
速抜けはない、速抜けだけはない。16消えろ盾、うわーやべ、あと3ゲーム、うわーベルしかいかれへん。16ここまで来た時に全部当たってたよベル、だから大丈夫、だから大丈夫やって、なんでやねんちょっと待って、大丈夫、引こう、引くしかない、ここで消えろ。なんでなんレバー石から入りすぎ、なるほどね、今引いてんもんね、いやこれぐらいのレバーでいいってことね、やったわそれマジで、勘弁してくれよ、せっかく上位入ったのにこんな感じなんや。ミッションはね、一応ダークネス計画ですね、トランスポイント解放から入るみたいな感じなんやけどね。はい、来ましたね。さあこれが一番期待度高いプッチョンチャレンジ、 70% あります。これマジ外したらダメ。さあももちゃんがいてるわけですよ、ベッドに横になって、で、何もいかなくても毎ゲーム 8% ぐらいで抽選があるで、チャンス向いたら確定、7ゲームあります。だからこうっすよね、横に添い寝する形で、でこれ手見えないじゃないですか、これが手ってこと、レバーが、だからももちゃんの手をレバーやと思って、ももちゃんの手をレバーやと思って上からセット、優しく始めようか、一緒に電気消すね、失礼します、乱暴なことはしない、やっぱこうやって女の子の扱い方を教えてくれるのはありがたいですね、二次元の女の子の扱い方やっぱ分かんないんで、二次元は分かるけど三次元は分からんすもんね、ほんまに分からん、OK さあハーレム計画やっていきますか、本日2度目勃発上位目指そう。裏ボタンがあることが、判明しまして、このレバーを押したときに煽るじゃないですか、その間に、4つあるんですよ、一応プッシュボタンを押したらボーナス取ってる時の 50% でプッシュボタンが振動します。で、左右機ここね、押したら 75% で告知音が出ます。で、上下機はランプが消灯します。で決定機ここですね、ここは、取ってる時の 99% でボイスが発生するっていう裏ボタンがあるんで、まあ、ちょっと左右機やりますか、ちょうど良さそうなんで、 OK これ押してみますか、 16% 取ってる時の 75% で告知音いきます。なあ鳴ってない、厳しいか、これでいったらやばいけどね、なくはないんやけど、ダメある、これ押してみる、裏ボタン押してみます、 75% で告知頼む、ああ鳴った、いい音鳴ってるやん、 OK、まあそらこうやったらっていうねプロマジンステーションは健全なチャンネルでございます。ペロペロチャンス、はい、今日のワンコですね、ペロペロチャンス、さあ舐めれば舐めるほどゲーム数、枚数か、の教えてくれます。ああ、まあまあ舐めるな、まあ300くらいか、ああ309、これはたった2回やるだけで上位入る可能性があるわけないから、だから求められてるもんはそこまで高くないんですよ。まあ次は自力で通しましょう、でその次発明品ポイントを貯めるために今備えておきましょう。左ね、左は引きやすい、右一発告知やってみる、決定ボタン 99% ね、いきます、あー終わったボロハヤこれ引いてんねよな、35%、もう一回決定ボタン落ちますね、鳴ってたね今ボイス発生したね、2セット目、マジでうまいわ、ダーラムスプラッシュ来い、よっしゃー、よう持ってきたこれ、分かってるやんけ、54、68、あ結構でかい、
まあまあ乗ってます。あーす、あーす、734、でかすぎるこれ。めっちゃ乗ってくれた。これね、発明インポイントためれんぞ。今日の女の子たちはちょろいわ。いや次が小手川さん来る可能性あるよね。ゆうちゃん硬いっすよね、風紀委員会。今もうリベンジのリベンジに勝たれて、もうようわからなくなってる。前は上位に入られんかったリベンジ、今はもう上位入れたけど伸ばされんかったリベンジ。はい、赤ガチャ、青やな。カチコチカチンくん意外がいいな。ここちょっとバイアグラいらないっすね。僕別にバイアグラなくてもまだいける。くわ、もうこればっかりやな。やっぱ小手川さん、さっきハーレムを終わらせた小手川さん。長ファーサー行く、大丈夫、長頼む、引いてくれ。もうなくなった、バイアグラ。カチコチカッチング、小手川さん結構硬いんよね、硬い女性なんですよね。強気にもう両手でもう押し倒すぐらいの気持ちで、マジでやらせてくれ。うわー右、頼む、これ難問さんでいきます。消えてくれ、来い。あーもうマジか、小手川さんストッパーやんこれ。許せないっすよこれ。小手川さん攻略せなあかんねんけど、これ幕引きと。てかこの速さクソレガよ、ないんすか。なんか小手川さん押しに弱い。さあ本日3度目の AT、 次ちょっとモードもね選べるんですよ。違和感モードやりますか。もうね下パネが消えるとか、あとは音関係いろいろあります、見逃さないように。そして小手川さんとの距離は縮まったと思っております。勝手に長ファースト行こう。13分の1、なんか違和感、なんか違和感起きてくれ。なんかない、いやこれ今消えとったか上そうっすよねこの辺見とったら、上見たら暗かったんで克服できましたね、お堅い方を。さあ小手川さんペロペロチャンス、400ある、3歳1か。よし右、右チャンス目、これないかな、外れへんかな。くわー、さあ 50% でお友達来ない、マジかよ、取ってない。オッケー、取れる、取れるよ。なんか違和感、なんもない、なんもなかった。3までいかんと、あー取りゲーム、引こう、引いちゃおう。ワンチャン 16%、なんか起きろ。いやなんもねえ、くー、1089枚です。無理やてこれ。あれもなんやかんやね、枚数は増えてるっすね、プラ1000枚ぐらい。いやーこれだよね。で前に言った時はもうこういう展開がずっと続いちゃって、で上位入らずって感じだったから、続かへんようにせなあかんってことなんですよ。まあそのちょうどこれあるんですけど、だからまあこれも段階的にこう攻略していってるやん。いやどうやって攻略するかっていうと、やっぱその相手側になることが多分一番理解できると思うんですよね。なので外林、俺のことを攻略してみひん。やっぱ上位むずいな。腹も減ったし、流れ変えるために飯行くか。やっぱラーメンよな、うますんぎ。おいおい、口にネギついてんぞ。お前そういえばこの間乗り打ちして買った時に端数の500円あげたやん。やっぱあれ250円で終わろうか。てか焼肉一緒に食いに行った時に塩タン1枚多く食ってなかった。ガチで食いすぎた、ゲップして、マジクソすっきりしたわ。この後どうする？
それはないわ。甘いよ考えが。モンブランより甘いわ。どんどんですよ。やったー、八夜しか勝たんマンモスウレピー。こんなやつ攻略したくないやろ。プチュン、もしコイン1088枚、一応今プラス700枚ぐらいかなあるんで、3で無理やったら完走の方が早いかも。あ、いいねいいね、サンドイッチ取っていきましょう。来い、固まれ、ナイス、うまい、左チャンス目で通しましたね。抑えられません。ノージルじゃなくて我慢ジルが出ます。376か、まあまあ十分でしょ。さっきは伸ばしきれへんかった。上位ね、もう一回入れるよ、今日もう一回入れるまで粘るよ。あれは俺が悪かった。もう一回お願いします。左滑った瞬間だよなこれ。友達きたー、右ファーストナビね、出そう、かつ左チャンス目も狙う。来い、右、よし、ミッション成功。あと1回通すぞ。ラブ、ペロペロかーい。いやー300くらいか、これ357、これだけあれば発明品食べれるでしょう。やっべ、あと1個たまらんこれ。あ、やってる。いやーまあ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 大丈夫、関係ない。通して3分1いきます。中根原田さん、よろしくお願いします。チャンスやったらどこでもいい、もうこだわってない。2個は確定、オッケー。3分1からの3分1取ってくれ、これ消えろ。あー、くっそ、押せる。やはり中が16取っちゃおう。いけ、ダメ、あと3ゲーム、やばいってそれ。うわー、ラスト頼む、来い。わっ、マジですか。おー、いった。うわー、これいくんや、そんなありっすか。最後に16パー取って3分1ハーレムホワイトアウト見せます。来い、いくぞ。うますぎる。2回目のハーレム計画達成や、これで最後に4持ってきたわ。これやりやがったぜ。ラブスプラッシュ、もう完走する枚数乗せましょうか、ここで。うわー、ちょっと今の生き方はしびれるわ。ちょっと少ないか、あ、いや十分十分、712枚、すごいねマジで。今のやばいわ、最高やな。さあこれでポイントたまりますね。いやー素晴らしい。もうさっきの反省は十分してます。さっきはね、もう上位欲しい欲しいって言って、もうガツ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 行き過ぎた。もうトラブルのスロットは女の子として接しないといけない。もう優しくレバーを、上位行った後はこれに尽きる。 できればウィスパーを見せたい俺は。800枚か1600枚かのあの演出、いやーこれはもうデートしたかやったよ、おかげさまでよ。あれがなけりゃ無理やったよ、2回目は。オーケー、2周したわ、すんごいよ。さあガチャガチャ2個、青2個やけどね。いや2個ともか。さあハーレムモード、俺です2回目。チャンス目、左中は 50%、 右は 100%、 引くだけで熱い。これ 16% あります、大丈夫、とってもいい。
これ一回通したら完走すると思う。めちゃくちゃ大事。あと5ゲーム。よし、50%取れる。よっしゃ、いった。サバレが今先に消えましたね。優しくればおうよ。ガツガツいったが、これでラブスプラッシュ以上が出てきます。で、この設定であれば10回に1回ぐらいウィスパーが出てくる。あれ、これ乾燥か。開いてきた楽園マックス。さあ、これ出てましたね、たい焼きもくもくタイム。これが乾燥の印でございます。これがみんなやってたトラブルか。どうやって出すねんこの台って、前打った時思ったけど、こういうことか。いい画面や。1724枚、これで乾燥です。投資がまあ400枚ぐらいからちょうど3枚2400枚取り切って、で、この後たい焼きもぐもぐたい焼きタイムに入りますと。これが強いからね。32ゲーム間あるんですよね。で、その間に発明品の高確率ゾーンになってます。で、その後ハーレーモードにもう一回入る。で、なおかつボーナスももらえるっていう感じですね。まあ、最低限2個やな。32ゲーム間でチャンス目2回。さあ、ネクストボーナス。まず1回目。で、この後にハーレームに入ります。金、これウィスパー、バイン、これウィスパー、ここほら来た、ほら持ってきたぞ。さあ、800枚。おわ、1600です。これ1600超え、持ってこい。800じゃない、1600来い。うおこれやばい、すごいロボってきた。1600、やーべえ、やってもうだこれうわー、これもう一周いけるわ。さすがに我慢汁超えて下の、これやば、マジで。もうトラブルのリベンジもできて、上位のリベンジもできて、完璧やよ、言うことない。さあ、ラスト OK で、発明品2個取りましたね。カチコチカッチン、カチコチカッチン、カチコチカッチン3つかプラス、お友達ですね。で、今これ4000枚弱あるんで、今プラス1100枚ぐらいって感じかな。もう一周するためにいきます。ここの継続程度はかなり高いと思う。取ろう、ナイス。あまりにも簡単やった。ここはまあまあ582枚、まあ平均値はちょっと足りてないですね。さあ、3000枚オーバーで、持ちコインも4000超えてます。ちょっともう一回たい焼きまでは頑張りたい。ここ通してもう一回乾燥で、たい焼き慣れてきたらダメなんでね、初心を忘れたらあかん。この優しくレバーオン、チャンス目いくだけ大丈夫。マジ熱い、それきた。50取れる、いける、うわ、よし、押せなかったっすね今。どうして中から止まるんですかと。ラブスプラッシュですね、足りてないってことか。枚数のせが多分500、600あたりなんでしょうね。そうね、620、そうっすね、もう一回いかなあかんなってことは、足りてなかったっていうことやね。カチコチカッチン以外、うわー、スマジで最高やつめ、よう出てきた。で、ここ通したらたい焼き、もう一回ね参ります。マジで強い、このお友達召喚システム。来たね、リプレイか、難しいな、リプレイは。16分の1、リプレイでもチャンス目でもいい、どっちか。無理か、もっぱつきた、またリプレイ、いける、たい焼きやぞ、あと一歩で、かー、
あと4ゲーム大丈夫来るなこれ。はい、中ファースト、これ中、これマジで助かった。さあこれでマックスやな、間違いなく。はい、楽園マックス。うわー、友達召喚システムなかったら無理やったわ。もうなんかもう脳汁出すぎて、もう自分のそのシルドの勢いで脳が飛んできそうっす。もうちょっとよくわかんないです、自分でも。4126枚、もぐもぐたい焼きタイム2回目。3個目、さあ今回3個でしたね。でボーナス、トラブルボーナス。はい、いや普通やな、バイン頼む、バイン来てくれ。ラブスプラッシュか、まあいいでしょう。1800枚ぐらいあれば上等。590枚、ちょっとねあんまポイント貯めれてないわ。カチコチカッチン。さあここはお友達が来るから大丈夫。さあリプレイね。まあ引いてない、もう一発リプレイ。よい、引いてる、リプレイ引いたかな。左引いてたいやそうっすね、605が言うてそんな乗ってないように見えんねんけど十分。さあこれで手持ち6000はいくか。赤青いね、まあ基本は青やからね。このクレジットが7600までは出せます。今回の AT は5000枚オーバー、折り返し。おお、なんか来た、えっ、宮城の期待が大幅にアップ。チャンス目いくだけでいい、どこでもいい、取りましょう。もう左でも流れも OK。 11回目、めっちゃ熱い。あーなんで外れるよそれ。 16% 無理か、あかんねんなベルジャ。どこでも変やからな。あと5ゲーム、ソゲーム、まだ、いや、いけん、まずい、くー、あと2ゲーム、間に合い、あー、そっち、ここだけ見てた、今、ラスト、これで取ってるか、次行くか、じゃないと終わる。うわーマジか、終わるんや。基地が出ましたね。4992枚、終わってしまいました。いやーあれで終わらすんやな。で今6000枚あるからもう狙っちゃおうっていう。おまんまい、トラブルでまんまいをね、出る機種やからこれ目指したいなと思います。まんまいの条件としてはまあもっぱつハーレムやね、上位は絶対入れなあかん、じゃないと届かんですね。けどまあこの台ってやっぱ6でもまあかなりへこむこともやっぱ多いと思うんで、まあある程度リスクは伴うんですけど、目指す価値は十分あるのかなと思います。残念ながら200は超えましたね。まあしゃあない、チャンスゾーンなしやった。ありがとう、ももちゃんよろしくお願いします。おーリップかこれ、出てこい、ナイス、右ファーストね、取れる取れる、どっちにしろ右ね、来い。うわー中屋、
これ最高や。撮ってる時の 50% でね、ここバイブしますね。はい。ええ、なんで、あ、びっくりした。ちょ、やめて。駆け抜けないってのが相当やれてるよ、これ。100超えて。もう一丁、400いける。200よね。あと2回通すだけ。滑ってもらいましょう。左滑った時点でベル、オア、大チャンス。よし、リープレイ厳しいね。あるよ、ゲロ。あー、お尻、これ、これなんよ、外れろ。よし、7割あります。7割弱ね。ここしますか。取ってる時の 50% でバイブします。バイブ、おっさー、ごめん、これ俺にしか置かなくて申し訳ないけど震えました。ひとまずあと1回ね。さあ 5V1 でラブスプラッシュ持ってこい。バイン、バイン2連チャンか。100来そうな気がするけど、超えろ。ナイス、ここ超えてみよう。ありがてえ、もう一丁。やばい、十分すぎた。800枚ウィスパーと一緒よこれ。すげえ、この勢いで上位取ったらあるな。見えてくるわ、ここで上位取ろう。いけるよ、今の俺やったらいける。ほんまにたまに AV でもあるやん、たまに AV でもある。なんかその AV でもさ、たまに AV でもさ、なんかもうAV でも結構あ、その AV でもさ、なんかお互いこれ演技で感じやってるなみたいなあるやん。でもこれはもう本物の愛やなみたいな、それが痛かった。マジで友達召喚させて、もう一回かー。二粒か、中ファースト、もう克服してます。ユイさんはいけます。カチコチカチ、2個ありますからね。ベルでもいい、なんなら左右でもいい。 16% 取っちゃえ、うん、はっ、1回ぐらいチャンスもいけるやろ、12ゲームやってんねんから。マジでいいレバー叩いてる今日。ここでちょっと強めに、滑らんなあ。と2ゲーム、かーらっ、なんとか。いやー、耐えてるやん、ベルもリプレイか。行こう、あるよ、うん、うん、頑張ったけどな。さあ以上、783枚です。これちょっと200以内に当てられへんかな。オーケー、これ戻すか、引きつくぞ。 OK、 赤まで行きたい。よし、もう一丁、紫まで行きたい。うまいわ、確定までいったろ。あー、分からんけど、挟んでいいっすかこれ、ボイス聞きたい。ナイス、二角ボイスちゃんと聞いて、ボーナス。気づいてないかなこれ、こともあるみたいな感じなんやけど。最後ラウンド1、
一番また開いてる時に出番を打ちます。ここです。あと3ゲーム。いやそれかー、ラスト。おお、ナイス。そういうパターンもあとね。いいね今の。よし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 、さあゴム1ラブスプラッシュ、スプラッシュカモン、バイーン。さっきのケースがあるからね、800あるから跳ねるよこれ。たまにいいよ、ここ越えたらマジ跳ねる。200、さあ毎回引き継いでます。948、中ファースト取ろう。1回ぐらい行こう。うますぎる。取ったのこれ。70%超え。よし、2戦目突破。お、ヒット。2戦目リット。3回目のハレン戻す。マジであるな。え、多分もうでも切れそうなんやけどね、このタイミング。まあ、1回通ったらあかんかが。うわ、まさかの2戦目リット、すごいぞそれ。ラブスプラッシュ、どんなんやりだしたらもういよいよ。ギーギー、もっともっともっと、689枚。これもう行くしかないやろ、俺らのまんまイロード。誰でも邪魔させん、決めてみせる。で多分次決めたらもう完走すると思います。楽園マックス1回だけ通さなあかん。次決めたらたい焼きもらえるんで、そっからの流れで多分8000枚ぐらいまでいけるんですよ。でその後上位うまく伸ばしたらもう残り2000枚ぐらい狙える。で万枚とトラブルの万枚ラブコメ見せます。やるよ、やるしかないよ。さあ手持ちは7000枚超えました。友達召喚、そうやね、取るよ。さあ上位取れる、いくよ。右ひげば確定。これ通したら完走。さらに万枚の可能性もぐっと上がる。来い、うわー、ある、なんかあったか今引いてるよな。50パス取ってこい、これ50パ。うわー外した、痛すぎる。ここからこれ抜けたあかん、ちょこれマジで抜けたあかん。あと4ゲーム。まずい、あと3ゲーム。うわー、あと2ゲーム。引いてくれ、ラスト追い込まれた。お願い、うわやらかした。あとちょっとやねん、これここでやらかした。今でプラス1800目ぐらいなんで、もうすぐそこの営業は、なんでそこで行かれへんかね。やった、がタイミングで抜けたな。ハーレンモード672ゲーム、926でやっと入った。ブチュンチャレンジ、いやめっちゃ減らしたな。いやないこれ、無理やんな。やっぱ女の子の気持ちはわからん。7600名ぐらいまでを目指して、まあ、有利切断で
売ってたんですけど、まあちょっともう届かないかなっていうところまで減らしちゃったんで、3以上ありましたけど、まあ6はないのかなみたいな感じには思えてきたんで、終わりましょう。まあ3回目のハーレムやったな。あの上位で刺さなあかんかった、刺しきれんかった。終わりますか。お疲れ様でした。大人戦終了しました。ドラブル終わりました。大悟、まあ天井近くまでハマって抜けと、それ以外はもう100点満点、言うことなし。上位3回入れて、まあ悔いがあるとしたら3回目の上位で1回通したらまた退役もらえて、でそこからまんまに狙えるみたいな展開やったんで、まあ、そこだけめっちゃ悔しいんですけど、まあでもリベンジできたなって言えます。これは、まあ、今日はもう外林さんが来てくれまして、愛が僕を貫通して代表を通して、いい感じに出てくれたんで何も言うことありません。投資と回収一応こんな感じで、まあ最終的に結構減らしちゃって、5000枚ないとこまで行ったんですけど、攻めた結果なんで、これはもう仕方ない。ちょっと減らしたのはね、最後になりますけど、まあハレンチな方たちはね、グッドボタン押してくれたら嬉しいです。とコメントの方もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ということで最後に出玉紹介だけ、させていただいて終わりにしたいと思います。北斗、まあ全体的に悪くないっすね。だからまあ特に円形って感じかな。まあさすがにモンキー、これ万枚しか出てますね。内角から2枚目、2台目と、あと番長も悪ない。番長、特にこの辺かなが固まって出てます。バルブレイブ、うわー、いってるね、いっちゃってるね。加藤さん、コンプリート、まあコンプリートしてる台もありましたし、万枚入れてる台もありましたし、全体的に良かったと思います。以上、ありがとうございました。ごめんなさい、これ見てください。いつもより大きめに作ってまーす。おー、ジャージかい、うわ、来たー、オッケー、押し込み、押し込み、もう、うわ、マジで来た。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。そんなあなたに引いちゃうんすよね。特別な何かが引けますように。